はい、みなさんこんばんは。令和6年4月10日水曜日午後7時を回りました。ミュージックボックスの時間です。今日も滋賀県は東近江市八日市の駅中ラジオ局よりお送りいたします。はい、本日のパーソナリティは毎月第2水曜日担当ゆうきです。皆さん花粉症大丈夫ですか？認めたくない方もいらっしゃると思いますけどしっかり認めてくださいよ。私もね、そうだからね、目が痒かったりもするんですけど、くしゃみの他になんかイガイガしてね、咳が出る人もいるんですって。鼻水だけじゃなくって鼻づまりとかね、いろんな人がいるんですって。はい、気をつけてくださいよ。気をつけようないですけどね。はい、先に今日は何の日言っときましょう。4月10日水曜日はですね、特にねこれってないんですけど、大きいのが、こんなん言ったら怒られるな。ただね、量がすごいなのでちょっとね、これっていうのを抜きますよ。まずはね、女性の日、婦人の日なんですって。これは戦後初の男女普通選挙制度を採用したのが今日ということですね。そして駅弁の日、瀬戸大橋開通記念日とはね、ヨードランの日、卵ですね、ヨードラン、ヨードランの日そうね、まだまだたくさんあるんですよ。月うさぎの日とかね、月うさぎ、ほうとうの日、なんかパンケーキの日も今日ですって。パンケーキいいですね。はい、高級食パン文化月間、月間はい、キャッシュレスの日とかね。あとね、これ大事、交通事故死亡ね、交通事故死ゼロを目指す日、これすごく大事ですね。新年度始まりました。まだね、歩き慣れてない小学生なんかがね、道をねこれからテコテコ歩くと思います。いつも以上にね、安全運転でお願いします。さあ、はい、先ほどからお隣で声がしてますが、今日のゲストお呼びします。はい、今日のゲストは、ゲストだ、ゲストってなんだ今日よく噛むだ、花粉症のせいだ。はい、今日のゲストはエレクトーン奏者のアコさんです。こんにちは。はい、おなじみですけど私は。はい、エレクトーン奏者でいいんですか？鍵盤ですか、ね、鍵盤。エレクトーンの他にもやられるんですよね。鍵盤ハーモニカ。あ、そうですね、鍵盤ハーモニカ。そうそう、鍵盤ハーモニカもやられるんですよね、はい。で、エレクトーンって知ってる方はね、知ってますけど、ざっくりどんな楽器かっていうと、そうですね、まあね、3段っていうか、上に2段あって、こう鍵盤がずれてるっていう高さがあって、はい、で下に足鍵盤があってみたいな、すごいいつも難しそうって言われるんですけど、やりにくそうとか、もう、右手と左手と足と、そうなんですね、足も動かしますもんね、でもまあ、右手が歌になる感じなんですね、でいつもねそんな感じですもんね。そうですねで、左手がピアノで言うと右手な感じで、でピアノの左手がベースに降りると。ベースが足ってことですね。そうですね、足で、なんとなくそんな感じですよね、足しか残ってないので足で行くでもなんか、そう、やっぱし大きな楽器なので、はい、データを入れることによって、そのいろんな楽器の音色が出るんですよね。そうなんです。ドラムもそうですし、だからね、アコさんとは私がボーカルで、アコさんがエレクトーンで、ショコラトゥっていうね、ようやってるんですけど、ようやってますね、ようやってますねとやってるんだけれども、そう、楽器なんだけども、
打ち込みにも近いですよね。そうですね、もう最近の本当に打ち込みに近くて、この前ね一緒に JA のねイベントさせていただいた時に、うん、帰りにあのカラオケ行きたくなりましたっておっしゃってた方が、はいはい、あの いらしたので、そう、あ、まあそんな風に聞こえるんだなと。一人で一つの楽器でこうもう本当にドラムもそうだしベースもそうだし、うん、いろんな音色が出て、もう楽しいですよね。そうですね、もう機械なんですよ本当にね。うちにエレクトーンで、うん、私のうちに、はい、そう今居候してるエレクトーンさんがいるんですけど、はい、音作りにいらっしゃられるんですけど、もう打ち込みですよ見てると、はい、ちちちちちちね本当にあんま声かけても何も言わないそう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 本当で、うん、あのそんなアコさんとまずちょっと曲聴いていただこうかなと思うんですけど、そんなアコさんがエレクトーンで私がボーカルで、曲をね1曲ちょっと作ったのがあるんですよね、はいはい、オリジナルで。そう、あのありったけの現場力というドキュメンタリー番組の主題歌になった、そう、ね、うん、そうなったっていうか主題歌をお願いしたいんですけどって話が来て、でそのために書き下ろしたんですよね。そうそうそうそ そう書き下ろしたんだそうで、こんな感じにしたいんですけどってゆきさんがねデモ演奏をね、もうないないエレクトーンで入れてくださったんですけど、なんかベースを手で押しましたっておっしゃってて、ちょっと面白かったそうそうそう本当に、うん、エレクトーンあのドラムも私できなくて、あの右手左手足っていうこの3つのこう連動操作ができなくて、うん、そうで私がこんな感じの曲をって言って、もうぐっちゃぐちゃのデモをあこさんに渡して、それでなんとか作った曲でこのありったけの現場力のこのドキュメンタリー番組も、今ねなんかたくさんねシリーズができてるんですよね、うん、結構ね番組自体が面白いっていうか一つずつが、そう、岡山県の、うん、これは用務員、学校用務員さんのドキュメンタリーもあり、給食調理員さんのドキュメンタリー、あとは、清掃職員もありますし、うん、数々その京都が現場だったりとか岡山現場だったりとか、あのいろんな場所のこう働いてる方々のドキュメンタリー、自治労の制作なんですけど、じゃあのそのありったけの現場力の主題歌になりましたライト・ザ・ウィンドウを聴いていただきます。聞いていただきましたショコラトゥーで、ライト・ザ・ウィンドウでした。
はい、リスナーでした。はい、ですね、そうだ、トークテーマをお伝えするのを忘れておりました。はい、本日のトークテーマはあなたの夢を教えてくださいです。あなたの夢を教えてください。宛先は99@shiga.tv99@shiga.tv、 はい、もしくは個人的に私の SNS 数を知ってるよっていう人はそちらにどんどんください。そしてですね、FM81.5 ラジオスイートですが、地域外の方は YouTube で同時生配信をしております。 YouTube は、検索で東近江 TV、 HIGASHIOMITV でございます。検索ください。そして、YouTube ではね、曲中はね、楽屋トークになります。はい、なんか副音声みたいですね、テレビで言う。はい、そっちの方がいいわっていう人は YouTube で、で曲も聴きたいわっていう人はね、同時にですね聴いていただけるとありがたいです。リスラジです。アプリリスラジを検索してください。そちらでは音楽もしっかりお楽しみいただけます。はい、あなたの夢を教えてくださいということです。どっちの夢でもいいんですけど、これ寝てる方の夢ですかって質問いただいたんですけど、ドリームの方、ドリーム、両方ともドリーム、両方ともドリーム、将来こうありたいなとか希望とか願望の方でございます。はい、あなたの夢を教えてください。あこさん、夢は何ですか？え、またそういうなんでゲットだもん。うん、夢ですかね。でもなんか噂に聞くと、あこさんなんか、はい、専門学校か大学はなんか、これ言っていいことですか？あの某大学の通信制のを、はい、一応10校申し込みまして。あ、そうなんですか。まだお返事は来てないんですけど。え、大学？大学。あ、じゃあそれを通ったら大学生になるってことですか？そうです。すごい挑戦ですね。うん、ですね。試験はない大学なんで、別に。ちなみにそれは何を学ぶ大学なんですか？っていうとなんかね、分かっちゃいそうなんです。ダメ。まあ、おいおいと、自分でも、自分でもよく分かってないんですよ。自分でもよく分かってない。具体的にこう、なんていうのか、何の資格を取りたいとかでもないので、うんうんうん、どういう授業になるんやろうって思ってるんですけど。音楽ではないんですよね。音楽っていうか、まあ、そういうのを含めた全般みたいな、芸術系、うん、みたいな感じですね。ここまで芸術系の大学っていうことですね。あ、まあでも通信ですからね。はい、うん、ああすごい。じゃあそれに夢は関係あるんですか？あ、まあ、うん、まあちょっと昔からですけど、まあ、いつか、うん、大学に行きたいなと思ってたんです。うん、じゃあ一つの夢としては、うん、その受験した大学が通れば、はい、ちょっと夢叶ったりってところですよね。ああ、今回はだから、一応申し込んで入試っていうのはないんですよね。うん、で、まあ、まあ一応でも申し込んだ段階で、うん、審査っていうんですかね、まあ、あるみたい、いろいろ。へえ、うん、それじゃあもう近いところの夢はそれですね。そうですね。うん、うーん、だからその入ってどうのこうのっていうのがよくわかんないんですけど、うんうんうん、例えばね、そういう専門的な資格を取りたいからって皆さん行かれる場合が多いと思うんですけど、うん、そうでもないので。もう緩やかにね。緩やかに感じで。ちなみに天の声さんは夢はあるんですか？あ、僕ですか？はい、ちゃんと考えてきましたよ。あ、嘘。はい、すごいじゃない。いつも考えてこないじゃない。いや、いつも浮かばへんだけど。どうしたの？いつも浮かばない。これ浮かんだってことですか？浮かんだんです。結構ね、はい、難しいトークテーマかなと思ってたんですけど。そうです、うん、もう僕にはですね、壮大な夢があるんです。壮大な夢。僕にはできないだろうという。お、何でしょう？家のぐちゃぐちゃなのを片付ける。なるほど、そこか。
もうね僕はね、うん、片付けられない人間なんですよ。いやそうなんです、はい、そんなに、うん、こういう人間はね、うん、もっと早くに結婚しとくべきですよね。いや本当にね、もうお掃除はそんなにできないと思ってなかったですからね、うん、え結婚願望ってあるんですか天の声さん、まあ、ないでしょ。あるようでないような。 あるんだちょっとは。まあねえ、そうなんや。めんどくさいかもしれないですけど、まあ、めんどくさいって言ったら怒るで。いや怒るで、いやいや相手いないから本当に相手になった人はまあね、まあでもね、うん、死ぬまでに片付けないとね。そうね、その片付けが遺品整理とかにならないといいですよね、うんうん、もう壮絶な遺品整理になりますね本当だ、ちょっとずつ片付けなきゃね。えでもね、あそっか、片付けな今でもいろんな便利サービスありますよね。 ありますね、うん、でもね片付いてないということは、うん、まだ死ねないということなので、うん、あなるほど、これが生きる糧になりますどんな糧、じゃあ片付け始めたらそろそろやばいなって思った方がいいかもしれないですね。じゃあもう一生片付けんで良いと思いますよ。いやけどマジに片付けようと思ってるんですけどはい、ここで、一つ紹介しますね。はい、よしとさん、仕事を辞めて、夢ですよ、はい、仕事を辞めて空を自由に飛び回ってたまにいたずらをして楽しむって、なんだこのピーターパンみたいなこんな模範解答のようなそう、仕事、やっぱり仕事辞めてっていうところあるのかな。まあ自由に使える時間が欲しいってことですね。ああなるほど、うん、なるほどね、空を自由に飛び回ってっていうのもそれにかかってるのかな、うんいいですね。あ、もう一通いきますよ。はい、もう一通いきましょう。はい、ひーたんさん、ありがとうございます。ありがとうございます。私の夢は年を取った時に縁側でゆっくりお茶を飲むことです。昔はそんなこと思わなかったんですが、この世界情勢、幸せの矛先が変わってきました。なるほどね、なるほど、なるほどね、なるほど。そう、でも確かに分かりますね。でも今はお忙しくしてらっしゃるのかもしれないですね、うん、そういう夢があるね。あとやっぱり今、テレビを見ててもなかなかこう戦争がなくならなかったりとか、うん、災害が起きたりとか、うん、そういうことを考えると、うん、確かに。でも昔からありません、なんか年を取ったら縁側でお茶を飲む的な、ね言いますよね、うん、まずは天の声さんは片付けてからです。いや、あの縁側がない。あ、なるほどね。でもね、あの吐き出しをちょっとこう開けっぱなしして、うん、確かに廊下に窓があるから、うんうんうん、まあ縁側っぽくなる。あ、いいじゃないですか、うんうん、いいじゃないですか。廊下はあの綺麗です、はい、あ、じゃあいいよ、廊下だけでもいい。僕ねでまっすぐ歩けるのは廊下だけです。まっすぐ歩けるのは廊下だけ、はい、廊下だけでもまっすぐ歩ければ、はい、廊下はね、何かあるときに業者さん来はるでしょ、うんうん、だから開けて、あ、そのためにきれいにしてあるんだ、片付けたんですよね。なるほどね。そう、いろんな人のね、こう私夢が聞きたい、もう新年度ですしね、こうドーンとね夢を教えてくださいね、うん、はい、私の夢はですね、あのトークテーマにしといて何にも考えてきてないんですけど、私の夢はでも同じかな、なんかあの天気がいい日にぽーっと過ごしたいです。ぽーっと夢、あとはゼロキロカロリーのピザができればいいなって思ってますピザだけでいいんですか。あ、パフェも欲しいですねなんだったらその分運動すればいいんじゃないですか。いやー、ゼロにしようと思ったら私だけに欲しい、そのゼロキロカロリー専用、専用、そうそう、私専用、そうオーダー食品ですね。 いいですね、うん、もうあのゼロキロカロリーですよ、食べても太らないんですよピザとパフェが、まあ、確かにちょっとポテトも欲しいですね
そう、うん、あの本当にあのいや死ぬまでに痩せたいあのあれと一緒だ死ぬまでに掃除と一緒僕も痩せちゃいましたからねああさっきおっしゃってましたそうだねでも体調崩せばね痩せちゃうんですよねまあそういうことですね、確かにね、うんうん、食べられないんですから、ね、そうでもやっぱしねやっぱし美味しいもん食べて元気に生き生きしてるのが一番なんでしょうね、うん、そうそうなんでしょうあの私事ですがそう、この前ね長浜じゃ長浜の向こう木の元の向こう福井じゃない石垣メタセコイアからところあ、はいはい、高島そう思い出そう牧野のそうです牧野ピックランドのあたりです、うん、あの辺でねペンションというか一軒家をこうなんだろうな、そうです、ね、一軒家を、うん、あのペンションみたいにしてる宿泊施設がオープンしたんですよでそれが告知が間に合ってなくてその一番いい日一粒万倍日、うん、そうの日にオープンをしたかったんだけれども、告知ができてなくてホームページも忙しくてできてなくって、うん、お客さんにが入ってない状態で、抽選で一家族、無料ですっていう、うん、無料やったのそうわ無料だったの一軒丸々ですでしかも最初のお客さんでしょ最初のお客さんです、うん、すごいラッキーじゃないそうしかもそれがね前の日の夜10時ぐらいにその記事が上がってて、うん、で明日、うん、来れる人しかも平日なんですよ、うんうん、はい平日金曜日だったかな、うん、そう学校もありますよ、うん、娘のね、うん、でもまあまあでも当たらないだろうと思って、うん、行きたいって DM 送ったらですね、うんまあ、見事あそのまま寝ちゃうんで、うん、あの夜のことだったので、うんうんうん、朝6時に起きたら、うんうん、あのぜひいらしてくださいはっ今日はみんな学校休んで用意してみたいな早く用意してそうっていうことがねありましたそうなんですよなんとな俺そうなんや一番最初のお客さんやるのですごく羨ましいな思ってたのに、うん、ただやったただだったんですよめちゃくちゃ良かったですだから、ね、羨ましいの二重や本当に、あのちょっと話は変わりますが同じ県内でも、うん、やっぱりこうお家を離れてどっかに宿泊するっていいもんだなって、うん、でも一軒家なんでやることは一緒なんですよご飯も作るし、うんうんうん、洗濯もするし、うん、お風呂も入れるし、うん、けどやっぱり違いますね気分がね気分が、うん、そう同じ県内でも、うん、で滋賀県にお住まいの方だったら分かると思うんですけど東近江市って真ん中なんですけど、うんうん琵琶湖の右真ん中、うんうんうん、で高島ってずっと上を通ってちょっと U ターンするんですよ、うんうん、1時間40分ぐらいかかるんですよね上から行かれた、ね、上から行きましたそうそうそうあの同じ滋賀県でも、うん、やっぱし旅行気分にちょっと高島ってなんかありません、うんうんねうんまあ、琵琶湖もねこっち側に見えますねそう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 前半がそんな、うん、あの1ヶ月でした後半はね、うん、ちょっとまだまだあの後で話したいよ、はい、1曲ここで聴いていただきます猫館でディファイン
広がるこの部屋で枕を抱えて眠る。騒ぎ待っていたあなたの香りさえ一つ残らず消えてく。香りのいい甘い言葉残すから愛せずにはいられない。優しすぎると、二人で決めたルールをはみ出しそうになる。私は今ずるい。聞いていただきました、猫缶でディファインです。私がボーカルを務めている、猫缶の曲、オリジナル曲です。はい。で、夢ちょっともう一件お伝えしますね。あなたの夢を教えてください。はい、ロカ侍さんから、はい、マライアキャリー並みの音域が欲しい。だって絶対カラオケとか楽しいじゃん。なるほどね。マライアキャリー、そっか、私たちの時
すっごい、まあ、今もですけど全盛期だったんですよ。あ、そう、クリスマスソングとかね。そうですね、そう、で、5オクターブです。え、5オクターブ、え、そうじゃなかったですマリアユキャリーさん、何オクターブとか忘れましたけどね。でもね、元祖はね、はい、ミニリパートンですよ。あー、マライア、ラビングユー、ラビングユー、ラビングユーか、うん、そう、あれが何オクターブってね。うん、今ね、ちょっと調べましたけど、うん、あ、マライアキャリーさん7オクターブの音域ですって。本当にでも7オクターブ全部出るわけじゃないでしょ。あ、まあ、そこまで7オクターブの声が出る、声が出るっていうだけなのかな。だってその間全部歌えたらすごいよね。すごいです、7オクターブって。僕 1.5 オクターブですよ。7オクターブって鍵盤、え、鍵盤って足りるんかな。ないと思います。ないですよね。うん、まあ、合わせれば、合わせれば あ、そうなんだ。あげられるもんな。あ、そうです、うん、ピアノは上げられない。あ、ですって、うん、7オクターブの音域を持つ歌姫がキャッチコピーで売り出されたのがマライア・キャリーさん。へえ、そっか、じゃあロカ侍さんの夢は、あ、もう絶対叶わんやん。叶わんやんとかって、いや、だって5オクターブとかでもすごいのに、7って7でしょ。7。でもあれって裏声じゃないの？裏声ではないのかな。もう裏声の、あ、もう向こう側、ホイッスルボイスとかもその辺なんですかね。あの裏声じゃないんやったら、うん、クリスタルキングすごかったんじゃないですか。うん、あれ裏声じゃないでしょ。地声の方で、地声ですもんね。うんうん、そういえばそう、そうですね。あれ僕はすごかったと思う。そっか、ピアノが、ピアノが7オクターブちょいかなって、ロック風邪さんがね。ピアノ7オクターブ、88件ですよね。88件。あ、7オクターブなのか。なるほど。あんな出る悲鳴のような、もうモスキートみたいになってくるじゃない。聞こえる聞こえるみたいな。まあ、高い方はあれですけど、低い方はどうなんですかね。ねえ、うん、そう、低いのは聞いたことない。そう、高いのは聞いたことありますね、うんうん、だから普段歌ってはる声からの多分上が出るっていうことなんでしょう、うん、ああ、なるほど。え、そうか、すごい、ね、人によって7オクターブ言っても、うん、こうずれますからね。あ、まあ、確かにそうです ね、楽器もそうですもんね、同じですもんね。そうですか。じゃあロカ侍さんは頑張ってマライキャリーを目指すという夢ですね。はい、そうですか。みんな夢教えてくださいね。本日のトークテーマはあなたの夢を教えてくださいです。さあ、そしてですね、あのアッコさんがここに来たのもっていう、ここに来たのもって言ったらおかしいですけど、うん、まあ、またショコラトゥ、この4月の27日土曜日、28日日曜日に開催される琵琶湖ジャズ東近江に出演をします。イエーイ、はい、私たちは28日ですね、うん、私たちは28日の日曜日に出演をします。はい、場所はですね、八日市の駅のすぐ近くにあります駅前交流施設カフェという場所です。11時30分から12時10分まで、あの、私がボーカル、エレクトーンがアコさん、そしてですね、今回プラスで、前回もそうですけどね、はい、はい、ベースのカズヤ T さんそうですね、はい、そしてプラス10歳の女の子シンさんが、シンちゃんも出るんや。そうなんですよ、はいはい、が、出演します。はい、ぜひぜひね、またこの後ね、ライブ情報でもちょっと告知したいと思います。はい、ということで次の曲はその10歳の女の子シンさんでフライデーチャイナタウンを聴いていただきます。
スポンサーからのお知らせです。小林事務機株式会社、大正13年に小林紙店として創業。戦後事務用品等の販売を経て、オフィス印刷機リソグラフをはじめ、リコピーから事務機器、パソコンなど応援機器に至るまで情報伝達を使命とする総合事務機会社に成長。現在は理想カラープリンターオルフィスの滋賀県代理店となる。いち早く環境対応商品を取り揃えるなど環境活動を経て ISO14001 認証を取得。合わせてありがとうと三方よし経営を実践。昨年度は滋賀 CSR 経営大賞奨励賞を受賞。お客様のお困りごと解決に取り組むソリューション提案を重視した営業活動を展開。東近江を本社とし、草津営業所、彦根営業所を開設。滋賀県全域に販売網を広げています。本社は東近江市幸町2番28号、こちらは八日市南高校の前となっております。電話番号は0748-23-2233、0748-23-2233です。以上、スポンサーからのお知らせでした。はい、ライブ情報のコーナーです。はい、まずはですね、カフェハッピートゥデイライブです。2ヶ月に1回行われるカフェハッピートゥデイマルシェ会場でのライブとなっております。はい、日時はですね、4月13日土曜日です。お時間は12時から午後12時からとなっております。マルシェは10時から午後4時、16時までですね。はい、出演者はですね、スネークさん、ミュージトクさん、ノラクラポンさん、野田さんち他となっております。そして、アコースティックライブ、アイトーマーカレットステーション、
愛東マーガレットステーション行かれたことありますか？ありますあります。道の駅、うん、前回も言ったかな、滋賀県で道の駅ナンバーワンなんですって、今。そうなの、うん、そうです。その愛東マーガレットステーションで、ライブが行われます。はい、野外イベントですね。日にちが5月3日金曜日、祝日、ゴールデンウィークですね。5月3日です。時間が午前11時から午後3時までですね。はい、たくさんの、演奏者が出てくれてますよ。出てくれますよ。ミュージー徳さん、スネークさん、音密送信さん、野田さんちさんで、ロスチャカスさん、そして先ほどの、10歳の女の子シンさん、他となっております。ぜひぜひね、ゴールデンウィークね、きっと暖かいですし、気候もいいと思います。お出かけください。はい、そしてですね、またまたこれハッピートゥデイライブですね。中野ビレッジハウス7周年の記念イベント、マルシェやビンゴも行われますとのことです。こちらが5月12日日曜日、10時から午後3時までとなっております。さあ、そしてですね、先ほどお話が出ました、琵琶湖ジャズフェスティバルですね。はい、琵琶湖ジャズ東近江、琵琶湖ジャズ、そうですね。はい、4月27日土曜日と28日の日曜日、この2日間、八日市周辺ではね、あの八日市駅から市役所に向かって、はい、あの辺りがね、もうこう一斉にもう音楽の街になるわけですよ。何百組だろう、あの皆さんがよく行ってるお買い物に行ってる場所や病院や銀行やカフェなんか、全てが会場となります。はい、たくさんの演奏者、プレイヤーがね、バンドがたくさん演奏してくれます。もちろん無料でございます。で、私ボーカルエレクトンアコさんのショコラトゥーは、プラスでベースのカズヤさん と、コーラスボーカルのシンさんを招きまして、4月28日日曜日2日目ですね、駅前交流施設カフェで11時30分から昼12時10分までの40分の時間となっております、うん、はい、ぜひぜひお越しください。お待ちしておりま す、はい、ではここで1曲、はい、そう、もうすぐだからそう、なんか最近さ、後に詰まってきちゃうからさ、話してると、あ、時間がないと思っちゃう。そう、あのプラスチックラブっていうね、はい、曲をアコさんと一緒に、はい、あ、これ、そうだ、あのカズヤ T さんもだ、あ、そうだそうだ、そう、3人で3人で、ベースのカズヤ T さんも入れて、うん、カズヤ T さんそう、あの、3人でね、こうやったこの音源があるので、ぜひね、はい、そちらを聴いていただこうかなと思います。ショコラトゥープラスカズヤ T でプラスティックラブ。Thank you.
お届けいたしました。プラスチックラブでした。さあね、ちょっとね、たくさんメッセージいただいております。読んでいきましょう。まずはトクさん、夢はアコさんのエレクトーンとゆうきちゃんのコーラスで、あ、コーラスなんだね、私ね、メインじゃなくてねそう、コーラスでめちゃくちゃリズムを外して歌いたいピッチじゃなくてリズムを外して、これやってもらいましょう。やろうか絶対難しいで、ね、やろうか絶対難しい。リズムを外すっていうの難しい ですよね、うん、だから外さない人が外すっていうのは多分難しいと思う、うん、いや、うん、本当にそうなんですよ、うん、もう頭の中でやっぱりごちゃになりますよね、もうすごい気持ち悪いと思う、ね、外そうと思っても外せないですよね、うん、音程じゃないですもんね、音程は外れちゃいますけどね音程は何もせんでも外れちゃいますからねあの徳さん、あの夢実現させましょうやりましょうか公の場でやってほしいな。ああ、そうやそうや、公共の場で、ほんまや怖いねはい、そしてですね、はい、まこちこまさん、こんばんは。はい、今日も元気ですか。あの、名物となっております、あの私、あの毎月第2水曜日のミュージックボックスの名物となっておりますまこちこまさん、はい、YouTube 見てますとのことです。ありがとうございます。ありがとうございます。今日のテーマの夢ですが、うん、難しいな、難しいですよね、夢ってね。子供の頃はいろいろあったと思うけど、大人になった今はパッと思いつかないです。ごめんなさい。目標ならあるんだけどな。目標ね、はあ、なるほど。でもなんかね、あ、これは後で私一人で読もうあ、でもなんかね、いや、あのゴールデンウィークね、こう帰省してね、こう友達と飲みに行く予定してるんだけれども、うん、でこう仲間とねのこういう時間、うん、飲みに行ったりする時間、こういう時間を持っていられればいいなと、うん、そういうのが夢かもしれませんねっていう、そう、そんなことが書いております。そうですね、時間って ないですよね、うん、あっちゅう間、分かってても動けない時ありますけどね、うん、そうそうそうですよ。夢か、目標なんだろう、今度聞こう、まこちこまさんの目標。そう、子供の頃ね、子供の頃は夢いろいろありましたよね、なんか、ね、うん、もしかしたら自分が魔法使いになれるんじゃないかとか、そんな錯覚も起こしたりとか、自分は人と違った能力があるんじゃないかとか思ってきたけど、まあ全くないですけどね魔法も使えんし。そう、はい。そしてシュリーさん、夢、年老いたばあちゃんになった頃、夫にバイクを運転してもらって、サイドカーに乗せてもらってドライブしたい。あ、いいじゃないですか、うん、いいですね、かっこいいですね、かっこいいですね、アメリカ映画みたいな、ね、年、しかもそれは年取ってですよ、うん、いいじゃない、今の季節なんかね、うん、最高ですよね。ただ夫はバイクの免許を持っていないのでそこからそこから、はい、そこからだけど、バイクの免許は取ってほしくないのが本音。あ、まあ、なんでだろう、あ、怖い、危険だから。あの、僕ね、若い頃バイク乗ってたんですよ、うんうん、まあ、当時は怖いもの知らずやったんですけど、うん、で年取ったらまた乗ろうかなと思っててんけど、うん、もうやめときますバイクね、やっぱりね、怖いですね。バイクどうですか、バイク乗ったことあります？1回だけ友達が免許取った時に乗ってみるって言われて、うん、なんかもう全然道じゃない駐車場みたいなところに乗せてもらったら、もう展開ができない、ね、自分で運転しようと思ったら、うん、あれ曲がれないとダメですよね、うん、ご自分で運転されたの、うん、そう、乗せてもらった、乗せてもらったじゃなくて、自分で乗ったんですけど、うんうん、もう起こせないし、うん、で曲がれないし、起こすのはコツです。あ、そうなん、うん、で曲がるのは体重移動です。あ、それがもう怖くて、うん、もう、あ、もう自分には無理やなと思ったんですけど。バイクか、斜めになってるでしょ、カーブ曲がるとき。そうそうそう、あれ別にカッコつけてるわけじゃないんですよ、うん、あ、なっちゃう、あ、じゃないと、あ、じゃないと曲がれないんです。そうなんだ、はい、え、カッコつけてるのかと思った。じゃないんです。で、後ろ乗せるでしょ、うん、でね、後ろ乗せる人が慣れてないと、うん、カーブでこう自分曲がろうとするじゃないですか、うん、後ろの人は起こそうとする、うん、あ、そうそう、怖いから、怖いから、それダメなの、曲がれへんなっちゃう、うん、あ、ダメなんか
一緒に倒れないとダメなんです、うん、でも怖いが怖い、怖いでしょ、怖いでそれ言うでしょ、こんな次でゴーッ倒されて倒しすぎてこけそうになったりするね、バイクでしかもなんかバイクで守られてない感じがするでしょ、うん、外に、うんうんうん、ね、出てるから、当たったらもう、もうあ怖、うん、バイクは怖いわ、ジェットコースターより怖いね、まあ、ねえ、なんていう風をと一緒に走る感じがね、風気持ちいいんでしょうけど、ね、風と一緒にね、風わあそこへ持っていったの、え、持っていったの、挟んじゃった、挟んじゃった、ワードが出てきた、風風ワードが出てきた、風に、そう、私のね一つの夢でもあるんですけれどもね、あの藤井風さんのライブを見に行きたくてそう、あの私推しっていうのがいなかったんですけど、ちょっと聞いてもらっていいですか推しが、初めて推しができたんですよ、藤井風さんなんですけど、そう、まだまだ浅いんです、だから私、あのいやもう1年ぐらい経つんちゃう、1年ぐらい経つけど、うん、あの知ってはいたんだけれども、うんうん、あ好き推したいと思ったのは1年ぐらい、本当にまだまだひよこなんですけど、で娘も好きなんですけど、シンも、でこの前あの藤井風さんの実家が岡山県なので、うん、そう、実家に帰省したついでにこれは行かねばと里庄町に聖地巡礼に行ってきたわけですよ、で藤井風さんのMV ミュージックビデオの中で里庄町が出てるんですけど、ご実家のそこと同じところでこう何撮影をしてみたりとか、同じポーズ撮ってみたりとか、そうそうなんですよ、あのよく足毛よく通ったスーパーに行ってみたり、市役所にサインを見に行ってみたり、楽しかったんですけど、お昼ご飯を食べに行ったところでもう明らかに地元じゃない方が4名いらして、で話をかけたら、もう T シャツもそうだったので、うん、風さんの T シャツだったので、ファンの方で、うん、で、交流が生まれて、うんうん、インスタグラムを SNS を交換したりなんかして、あ面白かったな、うん、風のワード、そうですピンポンでした、はい、ピンポンでした、本当に、はい、今日最後の曲はですね、そんなね、私の推しですはい、あの今頃多分あのアメリカの方で、はい、まだ起きてるのかな、時差があるので、ツアーしてらっしゃるんですか、ね、5月がね、うん、5月と6月はアメリカですね、あ、なるほど、そうなんです、ロサンゼルスだったかな、とニューヨークだったかな、うんうん、そういや、そう、はい、ではそんな藤井風さんのデビュー曲なんなん、はい、エンディングの時間がやってまいりました。さあ、5月のゴールデンウィークに向けて、私はまたゴールデンウィーク明けにね、うん、あの毎月第2水曜日担当なので、それまでにやっぱり暖かくなってきたのでね、いろんな音楽イベントとかがありますよね、はい、本当にぜひ来てほしいです。あこさんもあれですね、花粉症でしょう。そうなんですよ。認めてます？認めてますよ。あのね、そう、私あの NHK の朝ドラが好きで、うん、よく見てるんですけど、はい、で、9時からの男性のアナウンサーさんが、はい、絶対花粉症なんですよ、はい。絶対鼻詰まってるんですよ。うんうんうん、あの皆さんね、あの朝ドラからの朝一で見る場合があったら、9時のアナウンスをねちょっと見てください、はい、あこさんまた来てください、はい、ありがとうございます、はい、で会いに来てください、私たちにね、はい、演奏、はい、ぜひぜひお待ちしております、ジャズフェス楽しみにしてください、うん、来てください、はい、来週のパーソナリティは松崎悦子さんと秀蔵さんです。私はまた来月第2水曜日にお耳にかかります。あの体調ね崩さないように、暑い寒いなのでね、皆さんまた元気で来月お耳にかかりましょう。それではおやすみなさい。おやすみなさーい。